前回のカズモリ9月30日ついにあの日がやってきた。そうアップデートすることでかぼちゃとかなんだかハロウィンイベント的なものの準備がやってくるみたいなんだ。ただ残念10月じゃないからできなくなっていた。そして今日ようやくアップデートの内容を試せるようになったぞ。さてお店に行ってみよう。はいどうもこんにちは、カズボリでございます。なんか前髪つけるときイメージガラッと変わるよね。変わった。ほんで本日うわやってきたレイちゃん。おいっす。いらっしゃいませ。来てくれてありがとね。今日のすずめ金木犀だよということで、かぼちゃの苗を販売してるよ。マジかよ。それからかぼちゃにはオレンジ、緑、黄色、白の4種類があるんだけど、そうなの？わかった。特別価格で。マジか。買っとこうかな。全然お金ねえじゃねえか。買ってみようかな、じゃねえよ。ちょっと待って、お金おろいてくる。いやー、これだから現金大変なんだよね。もう最近、ほんと、ね、前から言ってるけど、現金嫌いっていうのも変だけど、現金嫌なんよ。キャッシュレス派で、もうクレジットカード、もしくは、PayPay とか LINEPay とかさ、そっちのやつを主に使っております。あと、クレジットカードで言うと、クイックペイね、スマホに登録できるようになるからさ、それでやったりしております。もうほぼそれ普段の買い物。現金はね本当に使うことがないよな、なかなか。 ATM1、 10、100、1000万、10万。はーい、よし、これで買い物ができる。ちょっと安いんかなこっち。ちょっと見てみようか。どれだろう。あ、かぼちゃの苗140円で売ってんだ。他は一緒だもんね。他一緒だ。待って、あっちこっちの店にも売ってるんじゃなかったっけ。待って。早速売ってるじゃねえかこれ。ハロウィンなチェアじゃ高っ。もう買うけど。うわ、いいね。他にはこれ普通の椅子やんな。まあ、でもこういうのあんま持ってないから。買っとく。村ちょっと良くしていきたいんよ。あとこの中だな。うわ、売ってる。飴。はい。一日1個。買うよ、こんなもん。毎日買わせようとしてるだろう。俺は忘れるぞ。スコップ。うわ、かわいい熊の傘。なんとなく。はい。ほんで今ね、売ってたけど、確かに280円とかじゃなかったっけ？レイちゃんの店の方が安いで、これ。だから280円でかぼちゃの苗売ってんだけど、いや、なかなかぼったな。ちょっとレイちゃんのお店行こうよ、レイちゃんのお店。レイちゃん。それで、どんな子よ？買いに来たよ。うわ、安っ。まとめ買いよ。はい。OK でーす。めっちゃ買ってやったよ。さあ、ここに植えていきますか。めっちゃ中途半端なことしてたんだな、これ。待って、この畑もうちょっと綺麗にしようか。すげえ半端じゃん、なんか、いろいろと。マス目的に、これ何マスなんだろうな。ここは確定、植えてみっか、まず植えてみっか。植える。あ、いいね。1個、2個、3個、4個。うわ、超かわいいじゃん。ってなると、こっちもね、待って。こっちももうちょっとなんとかしたいな。ずらすか、これ。参りますね。1個。まだいけるけ。あ、繋がっちゃうの。1個、2個、3個、そして4個。あ、こんな感じね。オッケー。引っ越しや、お前ら。いいねー。おしゃ、畑の完成や。植えてきます。これ飴食べれるんだ。絶対食べねえし。できたね。いいね。ほんで、場所もちょっとバランスをとってあげないと。これバランスを。よーし、できた。いやー、助かったわー、レイさん。おいっす。これあげるで、飴玉あげれるんかな。うわ、あげれる。いや、まだあげねえし。なんか別のもんあげよう。これあげるわ。ひょっとして学習チェアじゃないか。こういう色好きなんだよねーと。いいってことよ。エイジ T シャツ。なんだこれ。エイジってこの A ちゃんの T シャツかな。すいません。ボンさん、さよなら。はい。なんか思ってんのと違う。おしゃれでったい。いやー、とりあえずアップデート内容一つ、ね、楽しむことできましたね。ほんで、待ってな。パンプキング、なんかもらえたぞ。10月31日のハロウィンに君たちに会いに行くかも。私の肖像画を送るから、しっかり目に焼き付けておくかも。おう。花は。はい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 。確かバランス取るために、この白いやつ、もう関係者の方からも白いやつは、お葬式とかお通夜とか、それで使うやつって言ってたね。うん。これなんだ、あ、リメイクキットだ。母のポットカバー。まあ、とりあえずこの辺に飾っとこう、これ。おうや。さあ、というわけで、まあ、今んとこ2つだね。飴玉とかぼちゃのアップデートを楽しんだわけだけど、まだよ。まだ終わらせない。やっぱり、あれですよね、あれ。いや、今回、マイル交換それがね、来てるらしいんよ、マイル交換が。たぬきマイル交換。うわ、来てる来てる。変身ボディカラーペイントと見せるカラーコンタクト。オリエンタルはこれは昔からあったっけ？来たよ、来たよ。はい、交換します。変身をプリントしています。ほいでほいで。おや？ふむふむ。でれれれーん。なるほど、納得。どういうこと納得なんだろう。新しいボディカラーを覚えた。姿見やドレッサーがあればイメチェンできるかも。ほんで、まだ。おい、自分やったことないんだけどさ。カラーコンタクト？だけど、知ってますこれ、皆さん。カラコン。見せるカラーコンタクトをプリントしています。いや、コンタクト怖えって。コンタクトすらしたことない。怖えって思ってる。目にだってガラス入れ怖ーって思って。ふむふむ。でれれれんと、なるほど、納得。新しいアイカラーを覚えた。姿見やドレッサーがあればイメチェンできるかも。というわけで、今回これで遊んでいこうと思う。何色にしよう。まあ、まず目から変えていくか、目から。あ、今目の色が茶色みたいな。今目の色茶色だもんね。それ変えれるってことなんかな。パンプキンの肖像がもうこれ、壁かけとこうか。やべ、見えねえ。見えねえ。頭切れちゃってる、これ。見えねえ。見えねえ場所行っちゃった。ちょっと待って、書いて。あった。もうちょっと下にしてやってくれよ。はい、拝みました。ありがとうございます。それはともかく、イメチェンです。かずまり！あ、選べるようになった。あ、こういうことね。うわー、なんか、外国の方みたいですげえ綺麗、瞳が。いいやん。あ、組み合わせでなんか全然。すげえ変わるね、印象がさ。ほんで、肌の、ペイント的などれよ？肌の色が下追加されてる。ちょっと待って、白は？うわ、完全に白いやないか、お前。眩しい。あ、でも、これぐらいだったらさ、なんか照明の当たり方によっているよね、こういう人。ね、めっちゃ肌白みたいな。いるよね。いないっす。鈴木その子さんぐらいか。いや、わからんね。今の子わからんな、鈴木その子さん。はい。完全にナメック星の人になって、ピッコロ系じゃねえかよ。うわ、ピッコロにします、ピッコロ。ピキン？あ、ゾンビ色だ。あ、じゃあ、そっか、ゾンビ色にすればいいんだよ。目赤くしよう。めんめん。いいねー。いいね、ゾンビ。待って、服装もなんかもうちょっとないけ？めっちゃポージングするのね。意外とない。うん。意外とないもんやな。あ、いい。あるじゃん。うわ、なんだかんだ。すげえ良くなった。はい。というわけで、こんな感じで、本日終わりたいなと思います。いや、完全にゾンビだ、これ。いや、これはいいコーデになったな。よいしょ。女の子ゾンビ。はい、こんなところで終わります。まず10月になったっていうことで、他にもいろんなイベント来てるはずなのでね、お魚とか虫とかいろいろ変わってるはずなので、ちょっとそちらもね、コンプリートのほど頑張っていこうと思います。10月になったらおすすめだよっていうことだったら、ぜひ、ね、またコメントで教えてください。かっこいい待ってんぜ。というわけで、本日はこんなところでまた皆さんお会いいたしましょう。バイバイ。